ゆみな、なな、今日は久しぶりの女子旅だね。よし、食い倒すぞ。って、あれれ、あんなところにもう食い倒れちゃってる人がいる。もしもし、大丈夫ですか。ちょっと、ほん、し、死んでる。私は普通の OL、豆腐と書いて、アメフサに飛び込む。ある日突然大事に言われ、会社にまでリストラされた私は、浴びるほどの酒を飲んで飲んで、目が覚めたら、頭が豆腐になっていた。さまざまな事件に巻き込まれるも、柔らかい頭でプルンと解決。体は OL、頭は豆腐、その名も、豆腐OL トミコ。京都雪降り殺人事件、ゆばに包まれたダイビングメッセージ。はい、あそこの湯葉屋さんに行こうと思ったら見つけて、ね、いきなりセリフが飛んだぞ。そうだ、ちょっと私といると変な事件に巻き込まれるって、もうやめてよ。刑事さん、もうそろそろいいですか。私たち京都観光、私とその人が言い争う声を聞いたって。あの時の、いや、そこの老舗のお豆腐屋さんでね、その人が、おいおい、ここは老舗の豆腐屋だってのに、俺の好きな卵豆腐置いてねえじゃねえかって騒いでたから。ちょっとお兄さん、豆腐っていうのは大豆を使用しているから豆腐であって、卵豆腐は豆腐の形に似てるから名付けられてるだけで、厳密には豆腐ではないんですよって教えてあげた。その人、うるせえこのホームベース顔って、もう私熱揚げになっちゃって。私の顔は五角形じゃなくて四角形だよ。だいたい豆腐の種類も分かんないやつは豆腐の角に頭ぶつけて死んじまいなって。確かに死ねって言っちゃったかも。でもでも、そんなことで人なんて殺す、その人の殴られた頭部に豆腐が付着していた。いやいや、さすがに豆腐の角で殴ったって人は死にませんよ。高野豆腐じゃあるまいし。って高野豆腐でもさすがに無理か。ダイイングメッセージ、湯葉に包まれた腐った豆、腐った豆で私、ちょっと刑事さん、その人卵豆腐を豆腐だって思ってた人ですよ。そんな気の利いたダイイングメッセージ残せるかな。もうそんなに疑うなら、はい、その付着してたっていう豆腐と私の頭の一部 DNA 鑑定でも何でもしてくださいよ。あ、本当に頑固、本当に頑固な刑事さんなんだから。豆腐ふん、豆腐ふん。そうだ、ちなみにその豆腐と湯葉の分析って終わってるんですか。ちょっといいですか。これは遺伝子組み換え大豆ということは、刑事さん、この大豆とその付着していた豆腐の大豆成分を分析してください。あとその湯葉の店長のアリバイもね。この事件ちょっと見えてきたね。でもまだちょっと願いが足りないな。あ、事件が固まらないってこと。で、やだ、またやっちゃった。こうやって頭を突っ込んじゃうのが私の悪い癖。でも京都だけにおぼろくなってきたやないの。この事件、私が解決してやるわ。